感動のグランプリシリーズ初出場初優勝はなりませんでした。最後は濱田コーチに背中を押されて出ていきました。太田雪菜17歳。ジュニアで世界の頂点に立ちました。昨シーズンからシニアの舞台に立っています。今シーズンはさらにステップアップした姿を見せたい太田。長長夫人、状態はどうでしょうか。あっ、手をついてしまいました。このスピンが非常に工夫がありますね。高いと思いますよ。彼女の持ち味である綺麗なスケーティングです。そして彼女の内面が出てきます。豊かな表現力です。本当にこういった手の動きというのは滑らかですね。そうですね。どこに手の足のポジションを持っていけば綺麗に見えるか、どのポーズを写真に撮っても綺麗ですよね。確かにジャンプの失敗はあるんですけれども、つなぎの部分、スケーティングいいですよ。そして得意のスパイラルのこの美しさ、思わず場内からも拍手です。決めました。このインナーバーはもう非常にそれていて、ポジション綺麗ですね。この表現力の美しさは場内を鳴らせました。太田雪菜17歳。
吉村くんはジャンプにミスがあったことですね。そうですね。まあ、ただその右足の捻挫の状態というのが思わしくないということだったんで、まあ、でもそれ以外で見せてくれましたね。出場するかどうか最後まで悩んだということですが、やはりプログラムコンポーネンツは高い得点が出ています。ショートプログラムと合わせて 130.70、 ここまで滑った選手の中では6位です。